こんにちは。初心者からのウクレレ成長チャレンジ日記、ウクレレチャンネル、後藤彩子です。今週は3年生になりました。多分そうだと思います。で、これから2年間が終わって、3年目が始まっていくんですけれども、やっとホムラがもうこれでできたかなと、まあ、一旦のところで、完成ということに、ね、なるかなと思います。ちょっとね、また編集もいろいろトラブル続きでありましたけれども、どうでしょうね、なんとかなったかな。それでは、今週分のピログとなります。どうぞ。さよなら、ありがとう、声の限り。悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて。ぬくもりと痛みに間に合うよ。はい、ということで、ホムラ、なんとかリクエストいただいた曲、今の私のできるところでの一旦の仕上げということにね、させていただこうかなと思います。で、なんかちょっと願掛けのようにもう絶対にホムラが終わるまでは他の曲やらないのと、ホムラが終わるまでこの、この、ねずこちゃんと同じ柄の浴衣を着続けたということですけれども、それもかやってかできたかなと思います。ということで、せっかくなのでね、ちょっと着物情報を、増やしてみようかなと思います。こちら帯、麻の帯です。ちょっとね、新調したので、名古屋帯なのでね、夏のお着物だったら、合わせられるんですけれども、浴衣にちょっと贅沢な感じで合わせることもできるかなと思います。可愛いお気に入りの帯地がねありましたので、あつらえていただきました。ということで、まだこれからどんどん夏本番ですよね。なんかすごく早かった気がするんですけれども、夏休みもね、これから入られる方もいらっしゃるかなと思うんですが、しばらく暑いうちは夏のね曲、沖縄の歌手の方とかが歌われているような曲を何曲かね続けていきたいなと今のところ、思っているところです。で、お出かけの時にはソプラノウクレレみたいなね久しぶりに出してあげました。はい、ということで、来週何にしようかな。先々週かなちょっと何曲か候補をね、自分の中で出してみてたんですけれども、その中からやってみようかなと思っています。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また3年生もよろしくお願いいたします。また来週見ていただけたら嬉しいです。それでは本日の楽譜情報です。ご視聴くださいましてありがとうございました。ウクレイチャンネルでは毎週木曜日夜アップの予定でいます。チャンネル登録やグッドボタン、コメントなどいただけましたら本当に嬉しいです。それではまた来週ご覧ください。